荒野の少年、イサムは原作、山川総司、作画、川崎登による日本の漫画作品、及び、それを原作とする、テレビアニメである。日本人と、アメリカインディアンとの間に生まれた少年が主人公で、開拓時代の西部を放浪する中様々な出来事に、立ち向かうのが、基本的なストーリーとなっている。人種差別や、武器は使うものによって、神の道具にも、 悪魔の道具にもなるなど、様々なテーマが根底に流れている。週刊少年ジャンプ史上において1971年38号から1974年2号まで連載。山川総司が同じく集英社の面白ブックに連載していた、荒野の少年を原作とする。川崎のボルは、劇画的表現を駆使した迫力ある作画に付け加え、ビッグ、ストーンや、 ジョーカー・ジュニアといったオリジナルキャラクターを生み出した。原作漫画では人種間問題が品質している。黒人ガンマンのビッグ・ストーンが奴隷商人から黒人奴隷を解放するが直後に奴隷たちを商人が虐殺。怒ったビッグ・ストーンの銃に彼が撃ち抜かれて果てるエピソードは代表的なものである。またインディアン関連の相話も多い。主人公のイサム自身が インディアン女性の息子という設定であるほか、インディアンの保安官も登場、超人的な銃の腕前や馬の乗りこなしを披露し、さらには凶悪犯を、やすやすと倒す活躍を見せた。サクラメントやエルパソなどの日本人には、馴染みの薄い実在の地方都市が舞台となっている。また、ワイアットアープや、ドカホリデーなどの有名な史実のガンマンが登場する。西部開拓時代のアメリカに、 一人の日本人がやってきた。彼の名は渡り勝野進。だが弁学のために渡米した勝野進は、志半ばで所持金がつき、やむを得ず先取りとして働き始める。そこでインディアンの娘桜と出会った勝野進は、彼女と結婚し、一人の男の子を設けた。イサムと命名された男の子と桜を連れ、やがて日本への帰途につく勝野進。だが、 桜は日本への旅路の途中で生きた絵、勝野心はならず者に追われ、イサムとはぐれてしまう。赤ん坊のイサムは、ロバに乗せられたままロッテンキャンプという先の収集場に流れ着き、そこで働く、出稼ぎの人たちによって我がこのように育てられ、幼少時代を過ごした。しかしある時、ロッテンキャンプは大嵐により壊滅的な打撃を受け、イサムも洪水で流されてしまう。 どうにか命を取り留め、気を失いながらも川辺に流れ着いたイサムであったが、そこへ通りがかったのはウィンゲートという親子三人からなる強盗団だった。ウィンゲート一家に拾われたイサムはアウトローとして厳しく育てられ、天才的な我ンマンとして成長していた。ある日、イサムはウィンゲートに人を殺すように命じられるが、心優しいイサムにはどうしても撃てなかった。 イサムは銃を捨てることを決意する。ある日、イサムは小さな孤児院を見つける。しかし、そこへ流れ着いたならず者たちは、孤児院の子供たちに暴力を振るい出す。彼らの蛮行を見かねた、イサムの銃がついに火を吹いた。孤児院の人々は救われたが、イサムは人を殺したことに自分を責める。そんな彼を、拳銃は、使う人の心次第で神の道具にも、 悪魔の道具にもなると悟す、孤児院の先生。その言葉を聞いたイサムは、正義のために拳銃を使うことを誓う。だが、お尋ね者であるとはいえ、ウィンゲートには育ててもらった恩がある。イサムの心に渦巻く葛藤は、まだ完全には、晴れていなかった。イサムは、ビッグ、ストーンというお尋ね者の黒人ガンマンから、父であるカツノシンのことを聞く。だがイサムは、 その後たまたまであったカツノシンを父と知らずに人を世を過ごしながら柔道を習い、そのまま行き違いになってもいた。また、ビッグストーンは、ウィンゲートたちに母親を殺され、仇を取るために旅をしていたが、イサムがウィンゲートの手下であることを知り、イサムを追う。ある日、ビッグストーンは、ウィンゲートたちを追い詰めるが、とどめを刺す前に逃げられてしまう。その後、ゴーストタウンで、 ウィンゲートの看病をするイサムの前に再びビッグ・ストーンが現れ、イサムと一騎打ちとなるが、相打ちになる。一方、医者の手術により、一命を取り留めたウィンゲートであったが、彼らは再び悪事を企み、計画を聞いてしまった医者を口封じのために、致命傷を与え、弱り切っていたビッグ・ストーンを奴隷商人に売り払う。エルパソの町の銀行を襲撃するウィンゲートたちだったが、 医者が死に際にウィンゲートの企みを保安官に告げていたために失敗し、イサムは捕獲されてしまう。牢屋の中で町の住民から激しい憎悪を向けられ、さらに、ウィンゲートがこれまでに言ったスータの悪事を保安官から聞かされたイサムは、ウィンゲートと縁を切ることを決意する。その後、3ヶ月の禁固刑を受けた後に釈放されたイサムは、再出発を誓い、 西部をさまようカツノシンの足跡をたどりながら様々な試練を乗り越えていく。その旅路の果てには、ウィンゲート一家との対決が待ち受けていた。1973年4月4日から1974年3月27日まで、フジテレビとその系列局で放送。フジテレビと東京ムービーの共同制作、前後5に話、神谷明の初主演作品であり、 ジャンプ漫画を原作としたアニメに初めて出演したのもこの作品である。アニメ版は途中からオリジナルのエピソードが増え、かつ残酷なシーンを抑えた演出がなされた。主人公のイサムも漫画版では青年へと成長して、いくが本作ではある程度の段階で成長が止められている。2007年にはカートゥーンネットワークのブーメラン枠で再放送された。 2012年2月17日、Abex e n t e r t a i ン m e ンンからアニメ全話を収録した DVD ボックスが発売された。2018年9月30日から YouTube で集営者による動画配信が行われた。そして2019年6月26日から同じく YouTube でトムスエンタテインメントにより第1から3話までの話とオープニングエンディングの 動画配信が行われている。東京ムービーは1993年に解散しているが、第3話までのオープニングとエンディングにある東京ムービークレジットはこれらの配信版でも差し替えなしとなっている。本作のエンディング映像は、第3話までの静止画バージョンと第4話以降の映像に動きのあるバージョンの2種類がある。 1999年にビームエンタテインメントから発売された東京ムービーアニメ主題歌大前週第1巻には後者のみが前述の DVD ボックスには両バージョンが収録されている。オリジナル版はステレオ音声であるがマスターテープが残されていない。また本作の発売元であるタイガーレコードについての詳細も不明である。なお、 初発時は朝日ソノラマからもドラマ音源と合わせたコンパクト版が発売されていた。このため2019年現在入手可能なオムニバス CD にはモノラル音声バージョンのみが収録されている。特にエンディングテーマはテレビサイズのものしか残されていない。ありがとうございます。